そして今度はね、うん、あの名作から、はい、あの名作からです。我々に反省を求めるなど無駄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 ということでディオが登場します。そう、この2連チャンって常念さんの大好物ですよね最近、はい、そうですこのネタ使えば何か使えるみたいな。ジョジョの奇妙な。でも常念さん、お約束ネタが、はい、多くなりすぎると踊る大捜査線みたいに、はい、新たなことをやれなくなるみたいな、ね、そうなんですよね。そうなんです。いやだからもう常に新しいものをね、うん、まあ、やるんですけど、一応ちょっとこれね出てこないと、うん、なんかもう大喜利の中で今回ペヤングまだみたいなのね、私からじゃないんですよ。そうそう、大喜利に参加してる人からペヤングまだですかみたいな。ちょっと大喜利の踊る大捜査線現象としてこれ会議かけなきゃだな。ああ、会議ですか。会議ですね。会議で怒ってるんですか。えみたいな。現場で怒ってるんじゃないですかみたいな、うん、なんかよくわかんないです。すいません。なんだかよくわかんない。ああ、踊るあのセリフですね。ツッコミ用のないボケをやります。ちょっと、はい、ゴルゴンゾーラさんありがとうございます。受け身取れなかった。すいません。受け身を取らせない。木村雅彦ばりの。すいません。常念さんがグダグダすぎてツッコミ用がなかった。叩き落とす感じの、ね。事件は現場会議室で起きてるんじゃない、現場で、現場で起きてるんだって言ってれば、はい、突っ込めたんですが。あ、はい、現場で起きてるんです。はい。はいはい、まあ、次行きましょう、はいはい、じゃあ次はですね、すごいですよこれ、はい、正直者の朝日新聞など、乾いた水や木でできた鉄のようなものだ、どうしてスターになるなんか教養があるんだかないんだか要はないいやいやいや、はい、ね、正直者の朝日新聞では乾いた水みたいなもんだ、ありえないってこと、ありえない、なるほど、木でできた鉄だと、うん、どうしてスターリン、ね、どうしてスターリン、タバリッチスターリン、ね、いいこと言いますねスターリンもね、スターリン、ね、岡田真澄じゃないんですよ、違うんですよ、スターリン、顔は似てるってだけですから、ね、はい、ね、あれですからもう義経伝説みたいな感じ、まあ絶対なんないと思います。スターリンは死なずに日本に渡って俳優になったから、いやいやいやなりません、伝説がモスクワには都市伝説としてあるらしいんですよ、スターリン伝説。でもそういう疑問書作って残しときましょうか。ねえ、うん、勝手なこと言って、ね、田中上層部ならみたいな、ね、倉山上層部倉山上層部田中上層部、近衛上層部、倉山上層部、ね、倉山上層部ということでね、うん、何者なんだ倉山みたいな、ね、ファンファン大佐になってましたみたいな、ね、河野談話に対抗して倉山談話って昔作りましたよね、 あの名作、倉山談話は倉山談合でしたすいません、ウィルの花田さんに言われてやりましたみたいなそういうことだったの、はい、倉山団子もありかなということで ね、まあ、元祖が団子になっちまいましたから、ね、そうですか ね、ちょっと倉山団子って考えなきゃダメですね、あ、今度倉山団子、倉山団子どんな団子なんですか、いや、なんか一生懸命団子をしましょうよ、あ、団子団子ね、団子、あ、じゃああそこの工事はいくらでみたいな話で、うん、そっちの団子ですか、団子したらそれじゃない、あ、いやいやいや、ね、そうやってやってると GDP 増えるらしいから、ね、あ、そう、すごいですね、うん、そうやってもう団子して価格を釣り上げれば GDP 増えるらしい、でも河野団子って言葉使った瞬間に、ね、公共事業と団子をくっつけるなみたいな、わけわかんない批判するバカいましたね、もうみんなでもなんか消え去りましたね、あ、トールハンマーの前に消え去りましたね、もうそれ、ね、もう艦隊の3分の1が消滅、3分の1が消滅みたいな、ストックハウゼンもびっくりみたいな、ね、本当ですね、はい、味方ごとトールハンマーで吹っ飛ばしたっていうはい、次いきます、はい、上村、あの慰安婦ネタを韓国に届けてくれよ、あのネタはいいものだー、ゴーガーということでガンダムですよこれね、ギャンのね、マクベ、ね、はい、マクベの最後ですね、これ白川日銀の時からやってますよね、やってましたね、まさに踊る大捜査線現象ですねでもこれはでもね、やっぱどうしても必要なんです、ね、これはやんないと、うん、はい、この正吉さん、あれ常連さんでしたっけ、この人はね、常連でもないかもしれないけど、もうネタがね、もうあれですよ、シミュラークルを作ってね、伝播してるわけですよ、なるほど、ある種のね、うん、はい、次です、はい、はい、またムラムラする立子さん、はい、シャア、謝罪はついていない、ジョンヘ、あんなの飾りです、偉い人にはそれが分からんのですよ最終回で一夜前ね、ジオングで出撃するシーンでも解説もはや不要みたいなね、まあ飽きたみたいな、足はついてないってやつですね、もうこれも必ず来るんです、これは必ずありますね、はい、ね、はい、そして次です、お、常念司さん俺だ、朝日、お仏はやっはー、お仏は消毒だ、中華皇帝様がお通りになるぞ、国民、お前の言う通りだな、お仏は消毒だ、朝日、ギャお前はもう死んでいる、そうそうそう、ね、北斗の剣ですね、北斗の剣ですね、これ取られて焼かれちゃうんですよ、ヒデブじゃないのでそうそう、解放射器取られてそのモヒカンが焼かれてしまうという、うん、はい、まあ、モヒカンいっぱいいるんですけど、このお仏は消毒だってモヒカンはすごいこう特徴的なんで、いまだにネットでもね、お仏は消毒だって、あ、ジョンさん全然話変わるんですけど、はい、炎上商法に対抗してですね、はい、消火器商法っていうのはですね、何ですかそれ、分かった、消防署の方から来ました、定期点検
てますよ、ね、俺は期限が切れてますね、本の代行は在庫が1本みたいな詐欺のようなじゃなくてですね、違うんですか、あの 大東亜戦争とか昔とかつけちゃうと朝日が叩いて炎上してそれを狙うみたいな商売いっぱいあったんですか、はい、それで最近あの太平洋戦争って名前をつけるんですね、はい、なんで倉間満が太平洋戦争なんだみたいに悩ますといって、はい、思いっきり太平洋戦争を批判するってですね、はい、大間違いの太平洋戦争というね、はい、KK ベストセラーズから、ね、出したんです、まですね、これね、まですね、はい、はい、思いっきりぶっ壊れましたが、それは鎮火商法、あの消火器法、消火器商法、もういきなり最初から消火器をばらまいとくみたいな、なるほど、なるほどね、じゃあ従軍慰安婦はあるんですとか言っちゃうよ、いっちゃいっとき、いやそれ今炎上しちゃいますんで、あそれは炎上なんか、はい、はい、消火器商法ね、だからあの従軍慰安婦って言葉を藤岡信勝先生たちが、はい、そんな奴はいないって言ったら仮格好の位置をどんどん変えていくっていうのが、従軍だけつけるとか全部につけるとか慰安婦につけるとかですね、いろんなパターンがあるらしくですね、はい、1通りぐらいあるらしいんですよ、藤岡先生によって、なんて武者戦で分身の術のように雲の十三はどれなんですか、ね、みたいななるほどね、でどうするんですかそれ、もうこれはもういまいち消火器商法の中身が見えない、単に魔をしたかっただけです、単に魔をしたかっただけです、消防署の方から来ましたってことじゃないそう、あそれはじゃあそれは単なる詐欺です、語り商法ってやつですね、はいはい、じゃあ次いきます、はい、はい、どうくんさんですかね、赤日30年間捏造垂れ流しの謝罪なし、赤日魂の叫び我が捏造に一点の悔いなし、右手を手に拳拳を突き合えてですね、はい、これどうですか、これ要するに、はい、あの弟に女取られて悔しがってる話ですよ、あなるほどね、要するただそんだけの三角関係の話ですよね、はい、まあ、北斗の拳の有名な、ね、剣王が新シーンですけど、はいはいはい、なるほどね、ちなみにお天気お姉さんという俗悪漫画でも、はい、テレビ局の会長がそう言って死んでいきましたよ、ね、はい、ああ、はい、我が捏造に一点の悔いなしドーンみたいなネタだったんですね、あ我が生涯に一点の悔いなしですね、あ元ネタはそうです、ね、みたいな、はいはい、なるほどね、さっきから桜林先生が全くついてこれないいや私あの我が青春に悔いなしの方、あそうです、ね、あまともな方まともな方です、はい、兄弟のね、ちなみにこれは元ネタ北斗の拳、北斗の拳ですね、あそうなんですね、はい、有名なシーンですね、そうですね、本当今日定番ばっかでですね、はこの踊る大捜査線現象ですね、いやこれね、あの実は、うん、あのこの後ね、あの佳作がいっぱいあるんですけど、そこがかなり崩してるんですが、なるほど、実はねこれね、あのチャンネルクララでは放送しないんです、あなんと倉山塾の定期課金スポンサーになってくれた方にプレゼントで差し上げます、すでになってる人はもう見れます、ね、見れますということでね、ぜひね定期課金スポンサーやっていただければ、一旦ここで、はい、一旦ここでと、ちょっと待って、最後一個あるんです、お最後これがあるんです、はい、その時一つの新聞が瞬いて消えた築地英雄伝説最終話読者帰らず朝日の歴史も朝日の歴史もあと1ページ、はい、これ銀英伝ですね、ヤンウェンレンに例えてもらいましたよ、いや素晴らしいですね、主人公ですよ読者帰らずという全10巻本で7巻で主人公が死んじゃうというとんでもない本ですよすごいでしょこれ、はい、なかなかいいんじゃないかな、いです、ね、はい、じゃあ最後エンディングテーマね、倉山先生に歌っていただきます、はい、なんすか、はい、お願いします、死ね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 死んじまえ赤い朝日をやっつけろ、死ね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 朝日新聞邪魔っ気だ赤い朝日をぶっ潰せ、死ね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 世界の地図から消しちまえ、死ね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 ってこの後死ねが200回ぐらいするこの歌の死ねすがんの歌って言うんですけど、本当死ねが200回ぐらい出てくるこれなんか発売禁止になるぐらいに勢いだったんで、はい、あんまり死ね死ねってるわ、そうそうそう、あのおじいさんも見てるんで、おじいさんおばあさんも見てるんだからあの気悪くするから使うのやめろって抗議が殺到したなるほどはい、そういうことでこれエンディングテーマだったんですが、はい、なんとね審査員特別賞というのがあります、はい、はい、これね、はい、今回のテーマとあんまり関係ないです、あまだ続くんですかこれで最後、はい、審査員特別賞じゃん、ケンゴンさんから本田さんより怒りの発言を描いておいたということで、こういうことですね、はい、はい、増税やめろバキという香川さんがしばかれてくる、ああこれはなかなか名画なんです、素晴らしいですね、はい、はいはい、ということでこれで、まあはい、あのジョネラジの本編のね、本編大喜利の方はこれで
もうネットで見れるのはここで終わりってことです。ここで終わりです、ね、はい、でこの後ねちょっと佳作をね、はい、会場の方とシェアして、ね、会場に来た人だけが見れるっていうね、これを一切宣伝せずいきなりここで発表するっていう商売機があるんだかないんだか分かんないけどね、もう事前にもっと宣伝、いやこれね、すいません、今日の集まり具合でさっき思いついたんです、告知できないんです、事前になかったことなんで、はい、なんでこの後加速でわっと盛り上がった後またエンディングで戻ってきますので、はい、ちょっとしばしお別れです、さようなら。